広島ドッグパーク、広島ドッグパーク、広島ドッグパークは、かつて、広島市佐伯区行町大技白社にあった犬のテーマパークである。2003年、平成15年4月に、広島県佐伯群行町、開園当時の産業廃棄物の埋め立て地に開園した、土地の地主である、採用公営と犬を所有、管理するドッグプロダクションが、 共同経営するタイであった。自然、人間、動物の共生をテーマにした公園で、世界中から80種類250頭の犬が集められた。4万5000平方メートルの広島市民球場、約2倍の敷地内に犬と一緒に遊べる、触れ合い牧場、ドッグレース場、お散歩コース等が整備された。世界の名犬、人権の展示棟、子犬の販売コーナーもあった。 しかし、交通アクセスや立地条件が良くなかったことから、入場者数が年々減少するようになり、開園からわずか2年後の2005年、平成17年6月で閉園した。閉園後、地主の大前コーポレーション、山陽公営からの営業譲渡により、当該土地を取得したが、両社の経営者は、実質同じは、ドッグプロダクションに対して、立ち退きを求めたが、 引き続き滞在した。閉園後は5人のスタッフにより犬の管理が行われていた。2005年、平成17年9月より、広島市の動物管理センターは、ドッグプロダクションに対して、計23回の指導を行った。一部の犬は引き取られ、2006年、平成18年にドッグプロダクションのスタッフの名前で100匹の里親探しを知っていた。2006年、 平成18年8月に、大阪の動物愛護団体、アークエンジェルズ、現、エンジェルズをはじめとして、駆けつけた、ボランティア1000人以上による支援を開始した。調査により、敷地内に埋められた死亡した犬は40匹を超え、生き残った犬たちも大半が衰弱しきっていた。その後、ドッグプロダクションは、犬の所有権を放棄、その数580頭であった。 その後動物愛護団体が全国から寄せられた支援物資、支援金を用い、ボランティアを取りまとめる形で使用管理していた。10月21日及び22日には、現地での犬の譲渡会が行われ、300頭以上の犬が里親に引き取られた。譲渡の条件として譲渡する犬の否認及び虚勢を求められ、犬及び里親となった人。 家族についての詳細情報は動物愛護団体が把握するところとなった。広島県警は2006年、平成18年12月14日に動物愛護法違反の疑いで運営会社などを家宅捜索し、2007年、平成19年8月13日に同法違反と廃棄物処理法違反で元代表が書類送検された。2006年、 平成18年11月27日のムーブ。朝日放送で動物愛護団体アークエンジェルズの代表、林敏彦氏がドッグパークの地権者の会社社長に対して、恐喝まがいの言葉で銭を要求。会社社長は12月1日に警察に恐喝未遂の被害届を提出。その後不起訴。し、今回の事案に対して寄せられた寄付金に手をつけず、 団体の活動資金に流用しようとしている子放送。同年11月28日、ホーム、J ステーション、広島ホームテレビも同様の内容が取り上げられている。12月12日に釈明会見を同団体代表が行い、広島ドッグパークからの年内撤退や6、0円の支援金については支援者と共に決めるとした。12月16日には保護している。 犬の連れ出しをめぐり暴行事件が発生。アークエンジェルズのメンバーと地元ボランティアの両名が逮捕された。その後、団体代表はムーブ。朝日放送に対して放送倫理委員会 BPO に提訴した。結果、一部行き過ぎた取材を認める者の,の処分は行われなかったがムーブ。朝日放送は放送を終了した。2007年。 平成19年2月21日にアークエンジェルズに寄付を行った元支援者数人が寄付金の不正流用を疑い返還を求めて大阪地方裁判所大阪地裁に提訴。同年8月13日に広島県警はアークエンジェルズの代表を強括未遂の疑いで書類送検した。その後、寄付金返還訴訟も原告敗訴が確定。一部。 道義的責任を認める。強括罪についても不起訴処分が決定。アークエンジェルズは、この騒動後に、滋賀県高島市で土地を購入し、そこで、皮膚病改善治療中の犬数十頭を飼育する計画を明らかにするが、汚水の浸透処理による環境汚染などを心配す、地元住民から反対を受けている。住民との合意が得られないまま同年十月七日深夜に、 強引に犬を連れ込もうとしたが、高島市市長も加わった住民によるバリケードによって、犬の搬入は、止された。しかしその後数ヶ月のうちに、十数頭の犬の搬入が行われる。地元住民との対立を深める中、実質的な施設運営が開始された。無断で行動を選挙した、高島市の回答市長は、その後、市長室にて、団体代表に謝罪を表明し、 議事録に残すべく、市議会でも謝罪を表明した。同年12月27日に、18匹、うち14匹は、すでに別々の一般家庭に引き取られて飼われているの、犬の譲渡をめぐり、所有権を争っていた裁判に一審判決が出る。判決では所有権そのものは、すでに各家庭に引き取られている14頭を含めて18頭すべてが、原告である、アークエンジェルズ。 代表、林敏彦にあることが認められたが、14等については、返還されない場合の高額な賠償金については、原告の主張は退けられ、閣犬1万円という結果になった。2010年2月5日に、大阪地裁で、前期の寄付金返還訴訟について、原告敗訴の判決が言い渡される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。